お疲れ様でした。お疲れ様でした。放送直後のキャスタートークです。はい、私キャスターの時にはいつも衣装があってですね、うん、ここに出る前に今着替えてきたんですが、うん、着替える前まであったボタンが一つなくなっていて、着替えた時に行方不明になってしまいましたっていう話は置いといて、何の報告かと思ったらなんか多分社内に日本着大ファンがいるんじゃないか。嬉しいですね。第4ボタンぐらいが取れてる。大事なところのボタン。嬉しい、そのボタン取ってくる人。嬉しくないでしょそれ。いや、ファンがいるということ、危ないよ。ファンがいるということは嬉しいことですね。全然広がんない。それは置いといて。広がんないよ、置いとくよそりゃ。今週末は嬉しい話題がありましたね。歓喜に沸きました鹿児島県内。あ、すごい急カーブできたね。ユナイテッド FC が全然昇格です。おめでとうございます。やりました。いや、嬉しかったですね。日曜日ね、盛り上がったね、うん、最高に盛り上がりましたね、うん、お二人はスタジアムに行かれていたんですか。もちろんですよ、うん、本当にもう、どうですか、たまらなかったですよ。あのね、はい、取材開始が、そうですね、キックオフの3時間半前ぐらいに会場行ったのかな、うん、はい、もうすでに結構並んでて。3時間半前ですか、びっくりしました、だって朝6時から並んでた人がいたんだよ。早い、ね、早いすごいですね。白波スタジアムもチケット完売で、うん、あの雰囲気はちょっと初めてだったね。初めてでしたね。もう1万人ってあんなにすごいものなんだなって言って、うん、私たち観客でもすごいそれを感じたので、はい、選手たちは本当に感じただろうなと思って、うんうん、そうですね、本当にあの歓声がこのスタンドをこう揺らすというか、空気をこう揺らすというか、なんかね、ものすごくこう包み込むんだよね、歓声が、うわーっていうのが。あ、いいですね。いや、あの雰囲気の中で選手たちがね、はい、うん、見事勝ってくれたから。そうですよね、いや、昇格の条件が勝つか引き分けっていう、うん、引き分けっていう選択肢もあったじゃないですか、うん、その中でホームでちゃんと1点取って勝つっていうのがすごく嬉しかったですよね、うんうん、そうだね、うん、まあでも結構相手はさ沼津で本当に難しい試合だったんですよ、はい、今まで勝ったことなかったですね。そう、今までリーグで勝ったことがない、ね、はい、チームだから、はい、どうかなと思ってたんですよね、でその今あったように引き分けでも上がれるわけですから、はいはいはい、だから結構ねこう最初の入りとしてはかなり守備的にこういったんだよね、で、あ、しっかり守っていく、あ、固い試合だなと思って見てたんですけど、やっぱりでもそこはこうチャンス、いざチャンスだっていうところできっちりこう点を取ったから、いやー、たまらなかったね。本当に嬉しかったです ね、あのゴールシーンも中原選手、はい、よう決めたよ本当に、気持ちいいパスが入って気持ちよくゴールを決めてくれました、しかもクロスを上げたのが野竹選手で、もう本当に交代で入った直後ですから、ね、はい、もう三浦監督の采配ズバリ的中なのよ。素晴らしいですね、チームワークといい、ね、いいものを見させていただきました。しかもさ、やっぱり鹿児島でさ、はい、高校サッカーで本当に頑張ってきた選手が、うん、また地元に帰ってきて、はい、でユナイテッドで頑張ってるっていう選手がかなり多いの で、はい、だって赤尾選手とか、はい、昨日スタジオ来てくれたけど、ね、もうね、高校生の時から知ってるのよ。そうですよね、映像でもありましたけど、うん、ね、あのクリックリのあの丸坊主のさ、ね、スタジオ入る前にまさかあの丸坊主時代出さないですよね内田さんって言われて、読みが鋭いなと思いながら、はい、どうだろうね、あんまちょっと俺関わってないからよくわかんないやとか言いながら、がっつり関わっていながらよくわかんないやとか言ってごまかしたんだけど、もうさすがだなと思って、はい、昔からあんな熱い感じで、いや、もうだって桜島中学でしょ、名門ですよ、サッカーの名門で、鹿児島実業の時もキャプテンだし、で金谷大大でもキャプテンだし、まあもう本当キャプテンシーが強いというか、うん、熱い選手ですよ、うん、すごい思いを、熱い思いを感じました、隣にいて、ね、隣でね、ちょっと目がうるうるってきてたよね。うるうるっときて、うん、私もそれに伝染して一瞬うるうるってなったんだけど、まあ、こらえなきゃと思って、いやいや、ちゃんと進行してお願いしますよ、うん、ああ、いいこと言うなって、きっと視聴者もですね、見てうるうるした方々多かったと思いますよ。そうですね、それぐらい感動するものでしたよね、本当にね。まあでもね、はい、J2 ですよ、まあ、来週、はい、もちろん今週末にはまだもう1試合ありますけど、はい、いよいよ J2 ですよ、うん、これはね、本当楽しみで、すごいですよね、チーム創設5年目ですよね、うん、ですよ、これで J2 ってすごいスピードですよね。で、10試合近く試合数が増えるのかな、そうなんですね、で、
平日の水曜日とか木曜日にも試合が入ってきたりするんですよ。はい、だからこう例えばエブリィの放送終わって、でちょっとこう今日は残業せずに、はい、パパパーとこう仕事片付けて、ちょっと応援に行くとか、いいじゃないですか、ね、残業デーを。そうそうそう、仕事終わりにね、ユナイテッド応援とかいいじゃないですか、ね、さらに本当鹿児島が、もう鹿児島全体が盛り上がりますよね。楽しみ、本当そうですよ ね。鹿児島県内でそういうまたレベルの高い試合が見られるっていうのは私も結構楽しみで、ねうん、佐野さんもゆな、はい、ちゃんっていう番組を担当になって、うんでねっはい、でホーム戦はもうできる限りこう見に行ってたじゃないですか、はい、そうですね、やっぱ、はい、もう感動ひとしおだったでしょ。いやもうなんか本当に感動もありましたけど、なんか一晩寝たら、あ、なんか夢のような一日だったなって、一瞬夢だったのかなと思ったり、もう本当にあの瞬間忘れられないけど、なんか忘れ実感がなかなか湧かなかったですね。本当に嬉しかったです。でもなんかあの試合の後にサポーターの方にいろいろインタビューしたんですけど、もうその時に本当に皆さんが J2 に本当に昇格したんだねって言って、みんな本当に喜んでいて、そう本当に嬉しかったですね。だってユナイテッドの前身のボルカ鹿児島の頃から私取材させてもらってるので、はい、あの九州地域リーグですよ、はい、九州リーグ で、はい、でボルカを追っかけて、福岡とか熊本とか取材に行ったりとかしてたことがあったので、だからなんかこうね、その当時からずっとボルカを追いかけていたサポーターともこう、ね、試合終わった後話をして、はい、ねえ来てたよね内田さんね、行ってましたよみたいな感じで、だってあの時サポーターだって5人ぐらいしかいなかったですよね、はい、みたいな、応援に来てたのが県外でね。そうですよね、そこまで足を運んで。でもその頃からこうずっとこう応援し続けてる人とやっぱこう、ね、その喜びを分かち合えたというのもやっぱりこう嬉しかったですよ ね。そういうサポーターやファン同士でのつながりっていうのも、まあ、これからますます増えていく。そうなんだよね。さらにちょっと一言だけ、はい、実はゆなちゃん一緒にやってる久永さんは、うもうあの決まった瞬間に涙でちょっと声が出なくなったみたいです。うん、そう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 なのよ。あの他局さんでね、生中継やってたんだけど、であの生中継の解説を久永さん、はい、担当されてて、もう最後言葉なくなっちゃって、いやでもそれが皆さんの気持ちもね、分かるな。でもな、思いですよね本当に。から来年また J2 としてそうだね、その上もありますからね、今度は J1 というところを目指して頑張ってほしいと思うので、本当に楽しみが増えた来年。そうですね、はい、それから皆さんで応援していきたいなと思います、はい、さらに盛り上げていきましょう、はい、最後の1試合もぜひ勝って J2、はい、来年の J2 いいスタートしていきたいなと思います。 SC 相模原戦、はいね、川口芳勝選手の引退試合ですから、私しっかり取材してきます。え、あ、行くんですか。行きます行きます、行ってきますよ。え、ダメ、いや、ビーのスタジオで昨日行くって言ってたんで、また嘘と思ったんですけど、いやいや、行きます行きます、行きますよ。そうなんですね。え、なんで私プライベートで行こうと思ったらもうチケット取れなかったですよ、うん、プライベートで行こうと思ったの、はい、あ、そうなの、あ、休みか、はい、あ、お休みいただいてるので、取材で行ってくる予定です。いい、今のところしっかり、じゃあ月曜日ですね、はい、またそうですね、ユナイテッドで伝える、あ、うん、月曜日にはそう特番があるんですよね。月曜日に、はい、そうなんですよ、 J2 昇格特番というのを、はい、特別番組を KYT で放送することになりまして、はい、時間はですね、はい、まだちょっとこれ、ま、ニュースエブリィの中で、はい、いつも全国ニュースをお伝えしている、まあ、大体5時台の、はい、この中でちょっとお伝えしようかなと思ってるんですね、はい、うん、でだから厳密に何時からきっかりっていうのはまた分かったら、はい、これ何かしらの形でちょっとお伝えしたいなと思うんですけども、番組の中で、はいはい、来週月曜日、はい、ですから12月3日の夕方、はい、放送する予定です。じゃあいつもより早くエブリィを見る気持ちで、ご時代からしっかり見ていただき、その特番楽しみにしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、今週もご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。